続いてのボード行ってみたいと思います。イエイ。よっしゃ、これ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 、もうグラフィックですぐ分かりますね。すぐ分かる、分かっちゃった。じゃーん、こちらのボード STF STF ですね。この見てください、このグラフィック。この中にシムズと書かれてる場所はどこでしょうか。どこでしょうか。ソールがダーン、かっこいいね。すごい、これ骨、これ骨だね。骨で蛇の骨だね、統一された。かっこいい。この文字もこのシムスがちょっと骨でね、かたどられた。そんな、うわ、バッチバチですね。これかっこいいですね。オールマウンテンで、もうパウダーライドもいけちゃうし、うん、ナチュラルジャンプもうガンガンいけちゃってる。そんなただし君のボードなので、うん、もう本当これはもう間違いないというところですね、うん、ファンは多いですよね。ファン多いですね。絶対 STF ですっていうファンは結構多い。いる。で、特徴的なスペックがですね、こちらもロングノーズツイン、フックシェイプになってて、ちょっとノーズが長いんですね、うん、はい、パウダーに対してもやっぱりしっかりアプローチをかけれる、そんなボードになってます、はい、で、キャンバーです。キャンバーボード、うん、なのでしっかりツインな乗り心地となってます、はい、で、フレックスがですね、うん、ダメ、ちょっと固めな、フレックスになってるかなと思います。はい、でこちらも、トップトゥーテールでね、カーボンがビシッと入ってる。ビシッと入ってるの。トップトゥーテールでカーボンがビシッと入ってるんですよ。だからこそこのやっぱり反発を埋めるんですよね。結構シムスボードってカーボンの入れ方すごい上手だなと思うんですよ。うん、この反発具合っていうのが正直、まあ僕昔乗ってたボードにはなかなか味わえない、そんな反発をね得れる感じのボードが多いので、うん、しっかりしてるよね。しっかりしてる、うん、だからオーリーかけるときとかもそうだし、確かにこうカービングでもしっかり反発で次のターンがいけるとか、もう本当に扱いやすいボードばかりです、はい、ですね、こちらのボード、まあ、布施忠志くんのシグネチャーでもあるんですけど、はい、今年もアーティストさん山木誠さんがですね、こちらデザインしてるボードになってるんで、はい、かっこいいですよね。なんか目立つ、かっこいいね、目立つけどおしゃれというか、こうかっこいい、そんなボードになってますんでね、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。